米国の民楽賞の授賞式では、BTS が、ビルボードミュージックアワードと、アメリカンミュージックアワードを席巻しました。グループ、BTS は、グラミー賞ノミネートの発表に参加します。特に防弾少年団が、グラミー賞2022にノミネートされているかどうかが注目されています。グラミー賞の壁を破り、グランドスラムを達成できるかどうか、世界中の音楽ファンが熱心に待っています。これらは、昨年3月の第63回グラミー賞で最優秀ポップグループパフォーマンスにノミネートされた最初の韓国の行為でした。アメリカの経済誌フォーブスは、防弾少年団のシングル、バターが今年の記録、レコードオブザイヤーにノミネートされる可能性が高いと予測しています。ベストポップドゥオグループパフォーマンスアワードの唯一の候補としてノミネートされるだけで十分ですか。韓国のボーイグループ、防弾少年団の曲、バターは、第64回グラミー賞のベストポップドゥオグループパフォーマンスにノミネートされています。バターヒットは、一つのカテゴリーにのみノミネートされました。ロサンゼルスタイムズはまた、次のように報告しています。世界的なポップブームの主役である BTS は、大ヒットの年を迎えました。USA Today は、次のように述べています。私たちは一つのカテゴリーにのみノミネートされました。バターは人々に最も幸せをもたらします。防弾少年団は2年連続でノミネートされたが、外国メディアは、グラミー賞は防弾少年団に予想よりも低い評価を与えたと指摘した。防弾少年団が大規模な部門にノミネートされることを期待していましたが、この予測は期待外れでした。その前は、アメリカの音楽メディア、ビルボードなど。この賞は、アメリカの音楽界で最高の権威を誇っています。パフォーマンスアワード。防弾少年団のバターは5月に英語でリリースされ、ビルボードのメインシングルチャート、ホット100で10週間で1位を記録した。AP 通信は、チャートを席巻したメインシングルは、ベストレコーディングとベストソングのノミネートから除外されたと述べた。サマーソングは、Spotify 音楽プラットフォームの世界的なチャートレコードに到達しました。一方、防弾少年団は、12月27日から28日までと12月1日から2日まで、米国ロサンゼルスのソフィスタジアムでコンサート、防弾少年団パーミッショントゥーダンセオンステージらを開催します。すべてのビデオをご覧いただきありがとうございます。このイベントについてのコメントや個人的な意見を残してください。